近づきたいよ、君の理想に。おとなしくなれない。Can you k e e p s e c r e t どうもね、ヨけたんです。さあね、えっ、ー、と、酔っ払いです。酔っ払いです。<laughs> 酔っ払いです。ただいまね、朝のね、アレクサ、What time is it now? 午前5時15分です。はい、午前5時15分。ストロングゼロ。1、2、3、4。あ、これはね、あの、昨日の片付け忘れ。そしてこれ。5本目。5本目。もう5本。きついよね。9パー五5 0本きついっす。今日はあの、酔っ払いが朝5時に、エビ新情というよくわからないものを食べてみるっていう動画です。何なんですかね、新情って。何なんですか新情って。なんかあれっすかね。 デッドポールとかそういう感じっすかよくわかんないんだけど。ええと、ー、やっていきたいと思います。エビ新庄ね、エビ新庄。つっ。これね、あのー、昨日チーズタッカルビ作ったんですけど、チーズタッカルビ作ろうと思ってね、行き込んでた割に、あのー、あれなんですよ。なぜかチーズを買わなかったっていうね、そういうミスがありまして、で、帰りにコンビニで、 チーズを買うために寄ったんだけど、コンビニのいいところ、コンビニの悪いところでね、本当に、あの、ね、いろいろ見かけたら買っちゃうっていうね、チーズだけ買えばよかったんだけど、動画のストックはね、常に2本ぐらい持っときたいっていう、なんかそんな感じ、そんな感じがあるっす。ということで撮ってます、まあ。たまたまね、たまたま、あの、エビ新庄っていう、ちょっとよくのわけ,わけのわからないものを買ってきたんで、 まあ、取ってみてもいいのかなという感じでね。動画回してる次第です。ち取る気はなかった。あと、コールスロー買いましたね、コールスロー。で、とろけるチーズ2パックと、コールスロー。本当はあのピロピロしたチーズ買いたいんだけどさ、なかったから、まあ、しょうがないよね。でもまあ、とろければいいでしょってことで、とろけるスライスチーズを2つ買って、ね。どれだろな。10枚くらい入れたのかな。 美味しかったっすね。でもなんか途中から酔っ払っちゃって、あの、起きたら完食してたけど、あの、経過は覚えてないっすね。うん。序盤美味しかったんだけどね。あそこからどうやって亡くなったのか、僕には分からないです。<laughs> はい。えー、っとね、本日もお疲れ様です。乾杯です。ちょっと今日、あの、動画の流れがね、いつもと違うけど、いつもあの、挨拶、挨拶乾杯。 あのー、食べ物紹介。うまいみたいな感じだけどね。今日はちょっと違います。なぜなら、酔っ払いだからです。時間乾杯です。うん。うまい。うまいね。うん。うまいです。ドライね。ドライ上、うまいわ。いろんなエビー、 エビつよしさんでしたっけエビ、エビ新庄か。いきますか。4個入って。高いんだけどね。セブンのおつの、みや、なんやかんや。みんな高けんだけどさ。でもうまいんだよ、なんやかんや。ああ、うちの電子レンジだからムラがあるな。左だけ妙にあっち。左側のやついこうかな。で、右側な常温で解凍しよう。じゃエビ新庄いただきます。 同じっすね。なんだろうね、これね。エビ新庄って。なるほど。エビ新庄ってこれ、エビ、エビ、はんぺんみたいな感じだね。うん。はんぺんのもうちょっと柔らかい感じ。でも、すんごいエビの風味、感じられて美味しいですね。タレがね、あの、甘、甘い感じの、なんだろう。ごめん。浮かんでこない。ボキャブラリーが少ねえんだわ。 ま、そんな感じです。ちょっとね、あの、二日酔いとかね、飲みすぎた後ね、鼻水が止まんなくてね、ほんとに。マジでね、動画によってすんげぇカットしてんだからね、今ももうカットするんだけど、こっから。鼻水噛み、噛みタイムで。珍しい体質だよね。あの、酔っ払うと鼻が出るっていう。だ、ね、実際だからこれは多分アレルギーなんだよね。 僕、多分、お酒アレルギーなんだよ。本当は飲んじゃいけないんじゃないのきっと。よくわかんないけどさ。いや、昨日から暖かくてさ、仕事から帰ってきてから、夜の、あ、まあ昨日、あのー、なんか、ゲリラライブでね、あのー、僕がよくお邪魔してる、あの、ヨッチさんのところの、 ライブ配信結構途中で終わり頃気づいたんだけど、まあそ、それちょっとお邪魔したりとかしてるんだけどね。あのー、なんだ。まあ帰ってきてから、風呂入って、まあ、そっからずーっと半袖ね。今も半袖だけど、布団もかけなくても全然暖かい。あー、だって、室温今20度だもん。全然いいですよ。 毎日ね、365日20度だったらいいのにって僕は思います。そしたら、ね、もう、通年通していい感じにお酒飲めるじゃないですか。だって真冬さ、あのー、真冬のお酒税って多分、本当にみんなわかると思うんだけど、もう、ガタガタ震えながらね、あの、氷入れて飲んでるよね。本当に。いや、それは僕ぐらいですか。うん。 暖房器具が完備されてないから、あれなのかな。あまあ、一応あることはあるんだけどね。うん。でもまあ、暖房使ってでも寒い寒いじゃないですか。ねえ。効率化っていうのはね。まあ、暑い日にはよく、ん暑いもの食べた方がいいって言うじゃないですか。だから多分冷たいものをよく取るからだろうね。うん。寒い日にはじゃ逆に寒、あの、冷たいもの食べた方がいい。飲んだ方がいいのかな。それちょっとよくわかんないんだけど。 えー、どうなんでしょうね。というところで、えー、っと、いい感じですか。縁も竹縄でございますが、あの、あんま長くダラダラやっちゃってもね、あれなんで。まあ、エビ新庄、えー、っと、新庄さんですか。あの、まあ、うん。食べましたということでね。コールスローは持ってきませんでした。コールスローも買ったんだけど、コールスローとかあれ、何気にね、ちょっと、ちょっとだけ賞味期限があるから、 まあ、ああいうのは、また、もうちょっと後とでね、食べてもいいのかなーなんて、思ってます。やっぱ久しぶりにコンビニ行くと楽しいわ。楽しいね。うん。そんな感じでね、今日のところは締めたいと思います。もうちょっと、酒の動画なんだからもうちょっと食えよって。うん、じゃあ食べますよ、しょうがないな。さっきまで、ね、エビフライ食ってたんだわ。エビフライが、エビフライからのエビ新庄。なるほど。 やっぱりストーリー性があるんですね。うちのチャンネルには。何気にね、何かしら繋がってんですよ。何かどこかで繋がってるっていうね。何かどこかで繋がってるっていう。なんかそういう、そういうテーマ、壮大なテーマのチャンネルにしていきたいですね。はい。<laughs> という感じで、あの、食べかけなんですけど、いただいて終わりにしたいと思います。うん。これ、うまいな。これ、リピート、 ありっすね。えっと、僕が10点満点中でつけるなら、エビ新庄さん。8.5。ですね。うまいです。マジで。マジでうまいです。これ、全然リピートありだわ。多分これ1品で僕、どうだろうな。1時間ちょっときついかなってくらい。50分か40分ぐらいは多分これ1品で飲めますね。全然。多分、僕の、 通常の晩酌モードだったら多分これ1個今2口で言ったけど多分3回ぐらい食べまけて食べると思うんでうんうん1時間近く50分か40分は持つんじゃないかなと思いますねまあそう考えてみるとコスパも別に悪くないんじゃないでしょうかまあ人の飲み方によるけどねガツガツ食って飲む人もいるからさ僕はあのチビチビ派なんでね本当にチビチビ派 一口噛んで一口酒を入れるっていうのはね、僕はね、そういう飲み方をね、推奨しております。これは WHO もね、言ってますんで、本当に。間違いないです。はあはい、ということでね、本日はこれぐらいおしまいしたいと思います。さあ、朝ということでね、アレクサおはようございます。 おはようございますす紅葉シーズンですねこの季節になると紅葉を銀に紅葉見に行こうよと言いたくなってしまいますね。<laughs> そしてやはり紅葉を見ると気分が紅葉しちゃいます。なんちゃって。<laughs> やべえ、深くにも笑ってしまった。<laughs> はい、ということでね、それぐらいでお開きにしたいと思います。それでは